岩本六は日本の大正期の建築家。歴史主義から離れ、斬新なデザインの作品を設計し、建築を創造として捉えた姿勢は、同世代、次世代の建築家に影響を与えた。建築家、建築教育者として、将来を職望されていたが、病気のため創生した。西人電話局を設計し、低新省営像の中核を成す設計者の一人であった。 溶接のため作品数は少ない。1893年、鹿児島に出生。幼少時に、父が死去し、兄、岩本貞が一公教師となったのに伴い、上京。青山小学校、不立一中、一校を経て、1915年、東京帝国大学校科大学建築学科に入学。1918年に卒業し、低新章に入った。 1920年、定心技師就任、経理局営前科に勤務。絵画、彫刻、音楽と多趣味であり、建築の芸術性を追求した。1921年に竣工した京都、中央電話局に詩人文局は、ラフ像をモチーフにした独創的なデザインで、岩本の代表作である。百二十一年一月、東京帝国大学助教授に就任し、建築学、 第一講座を担当したが、同年秋に結核を発病。療養生活に入り、翌年死去。去年30。急遽と中央電話局西人文局元教欄の、丸は減存、罰は減存せず人代 P190。人代 P195。ありがとうございます。